さあ始まりました、さくらシンデレラチャンネル。MC は太田プロダクションから来ました七不思議の大赤身信子と言います。よろしくお願いします。いろいろ仕事してるんですが、あんまり空き時間とかもあんまり会話してないんで、あんまりよくわからないんですよ正直ね。なんでそれぞれにいろいろとなんか暴露してもらって、メンバーの裏話みたいなね、こういうギャグ持ってるんですよ実はとか、実はこういう裏側あるんですみたいなのを僕含めてね、こう見ていただいてる方にですね、知っていただこうかなという企画でございますので、はい、早速ですけどもちょっと聞いていきたいと思いますが、私はこの人のこういうことを知ってますみたいな。はい、早い、聞きましょう。はい、ハルリンさん。ハルリンさん、ハルリンさんの何を教えてくれるんですか？ハルリンさんは、うん、こうやって普段白とか着てて、うん、結構動画内でも、はい、結構こう可愛い感じとか、すごいそういう感じだと思うんですね、うんうん、なんですけど、うん、あのレッスンとかある日に、はい、すっごい真っ黒の洋服で来るんですよ、うん、しかも真っ黒 の, さん、うん、あのサングラスしてグラサンつけ て、なんか結構有名な方は、うん、外に出る時に変装するじゃないですか。よくなんかこうサングラスするとか、ね、マスクするって言うけど、うん、はいはい、ここまで真っ黒の人初めて見たと思うので理由あんのかな、黒ずくめにする。なんかでもなんか例えば夏場だったらこう日焼けしたくないとかなんか起こるんですけど、なんか最近の話なんですね。確かに、だから寒くなってきてね、だからなんかすごい余計に目立ってて全身暗からね、逆になんか知らない人が外で歩いてて真っ黒だったら怖いなと思って。本当に、まあ、ようやくすると短くするとグラサンかけてくんなバカってあの今日かけてきてましたかけてきてないかい今日ハルリンパッと取ってこれる。本当にパッと取って、ちょっとハルリングラサンかけてこう出てきてください。なんかギャグでツッコミ待ちでやってるんだと思って悪っ悪っ本当になんか前一回メンバーに3回切られて、もうあれはかけてこれないだろうと思ってかけてたんで、あ、そうだ、ちょっとハルリン、ちょっとまだハルリン、ちょっとかけてかけて、かけてここ立って、はいはいはい、そうそう、あれです、なるほどね。これの真っ黒バージョンですね。真っ黒バージョンですね。これの真っ黒バージョンできます。嫌いやわー腹立つわー。しかもシャネルって書いてこれお母さんからあのプレゼントプレゼントだね、はいはいはい、だから捕まったらあかんなと思って、うん、お母さんから買ってもらったしな、せっかくやから、はい、でもそんな使う機会ないからレッスンとか。なるほどね、今回の動画はそれでお願いしますそんなハロリー、はい、あります、誰かに。あ、ありますよ、暴露返ししてもいいですか。いいですよ、はい、暴露返し、はい、暴露返ししていいですか。いいですよ、撮っていいですか。いいよ、いいミキナちゃん、こう、可愛いじゃないですか。まあまあそうですね、ミキね、はい、キュンって感じじゃないですか、うん、でも、たまに、なんかすっごい面白いところがあって、うん、この間、なんだっけ、はい、ホラー映画のモノマネを習得しましたってめっちゃ乗り越えてたんですよ。ホラー映画のモノマネ、はい、何ですかちなみに。あの、イットのおばあちゃんが走るシーンっていうのを習得したんですね、うん、おばあちゃんが走るシーン、はい、お家帰ってすぐママとパパに見せました。おお、絶賛やった。あ、もう、よかったねみたいななんかでも、まかいそう、よかったねみたいな、なんかすぐパッとできる。あ、できますけど、あの、ファンの人減ったらこれ、あれですかもうね、あのイットはあれやもんね、あのピエロのね。そうです、はい、そうです、ね、じゃあ襲ってくるやつですからね。じゃあいきますよ、はい、ではミッキーがモノマネしていただけるのは、イットが化けてるおばあさんの走り方のモノマネ、どうぞすごい動きよりも顔が面白かったこれはカメラに向かってもそうやな、そうやな、あの走らんでええからその場で私、あの、うん、表ではそんななんかもうあまり喋らずにこう、うん、クールビューティーぶってるので、うん、そうだったんだ、そうだったの、はい、ぜひ使わせていただきますあ、じゃあ他に、はい、おー、いいじゃないですか、はい、私もミキーなんで大人気
ミッキーって結構こう可愛らしいじゃないですか、はい、ちっちゃいのではい、はい、なんかちょっと結構ダンスがこう省エネっぽくなんか見えるとファンだったからよく、うん、あ、そうなんだ、ミキナちゃんのファンからなんですけど、はい、なんかあのダンスの振りでミキナちゃんがこう人形をなんか見つけてわーって倒れるあのシーンがあるんですよ、振りが、うんうん、はい、うん、その時に倒れないようにっていうのを指示されて、指示されてで、あの倒れなくなったんですけど、うん、ファンの方がミキナちゃんがそこを倒れなくなる、うん、なんていうんですか、あの、なんていうんですか、省エネで、省エネで、省エネで倒れなくなったっていうのを心配してたっていうエピソード、うんうん、ちょっともう一回お話しして、ちょっと全然わからない。省エネで、省エネないやりすぎて、省エネやりすぎて、でなんか倒れるところもついに倒れなくなったっていう。なるほどね。え、それは意識あんの？あの省エネですか？省エネで省エネの動きない。省エネですか？それしかないよね、別にね。いいですけど、うん、だからファンの方が心配してるっていう声は聞きます。そうね。ミッキーあるとき急になんかスイッチ入るときもあるから、スイッチ入るときもあるんですよ、ね、スイッチ入るときもあるんや。そうなんですよ、それはどういう気持ちの変化でかわかんないけど、あー、なんかあるの、それは動きたいみたいな、その日のね、体調とかあんねや、いろいろねテンションとかあの、ファンの人によると一日の終わりが近づくと激しくなってくる、日没が、あ、日没があって、その公演が終わるぞっていう頃にテンション上がってくるみたいな、帰れるからね、いいですね。他に、はい、お、もう一個、アルリーにあります。アルリー、ああ、この二人しか話さないあの、これは、はい、なんだろう、暴露というか、暴露というの、あの、聞いてみたいことなんです。え、何何何何、言っていいか分かんないんです。やめといた方がいいかな。何何何、言いたいことない、言いたいことない、理由があると思うので、はいはいはい、あの結構この撮影が始まって、はい、あの YouTube の、はい、なんかこう関西弁が出てるじゃないですか。出てる出てる。それが個性だと思うんですけど、はい、でも、うん、なんか楽屋とかステージではあまり関西弁が出ないんですよ、はい、だからそれはどういうなんか変化があるのかなってそれはすごく思ってました。理由があって、あの私京都出身なんですよ、うん、で、あの京都出身ね、京都出身なんですよ、ね、でもこっちにいるときはみんな、うん、あの関東弁に変わってくるから、 それに関西弁で返したらすごい気持ち悪くて、あー、リズムちゃうしね、そうそう、でだから関東弁で喋ってるんですけど、うん、ほら、あの関西弁じゃないですか、ね、はいはい、そうそう、だからそれずられてね、じゃあ、そういうテンション、そういうテンションやられるんですよ、ちょっと今の話グラサンかけてもう一回やるんかいやってくれんかい、はい、意義あり、意義あり、裁判って何ですか、何ですか、あの、はい、大神さんがいらっしゃらない時のメンバーみんなで、はい、あの、はい、今度出るライブの告知をするって時のトークでもいきなり関西弁を出して、えぇ、わかんない、なんかみんながざわってなって、一旦ちょっとすいませんってあのトークを止めたことがあったので、これはあの確信犯かなって、なんか可愛く見せたい時に関西弁を使ってる説が、違う違う、なるほど、あの確かにマイキュンゼリフとか言う時は関西弁使うけど、あの勝手に関西弁になってる時はなんかそういう、うっせぇ意図してんでしょ？え、いや、うん、はい、ここにありますか？はい、はい、いいですよ、はい、誰のしおりちゃん、そう、しおちゃんの、はい、あのがっつり暴露なんですけど、がっつり暴露いいじゃないですか、ちょっと詳しくは自分の口でよりはちょっと言っていただきたいんですけど、うん、あのしおりちゃんは、うん、の詐欺に引っかかったことがあります。詐欺？ガチな詐欺に引っかかったことがあります。え、何の詐欺か？振り込め詐欺。老人がかかるんですよ。その時、お金が私結構なくて、お金を借りようとしたんですよ。結構、ね、大金300万くらいですなんで？なんで？歯を直そうで、どうしても300万いると。だからなんか闇金みたいな。怪しいなんですけど、して、そうや。振り込めば300万円振り込みますって言われて、9万振り込んで、そしたらあのもう一回電話したんですよ、振り込んでから。そしたらなんか。
あのじゃあもう一回振り込んでくださいって言われて、はい、そしたら振り込みますって言われて、うん、いやでももう9万しかなかったんで手元に本当になくて、うんうん、そしたらあじゃあ返してくださいって言ったらいや無理ですってなって、うん、9万取られて戻ってきた戻ってきませんでした本当に結構詐欺まあ私が悪いんですけどねいやいやめちゃくちゃ面白いやん面白いこれアウトデラックスとかいけそうじゃない、まあ、そうこれは本当に言っていいか分かんないんですけどもういっぱい持ってるやん、しおちゃん入ったばっかりの時に、はいはい、アイドルのブログに本名と自分の住所をコメントでくれてあのその闇金の人に書かれちゃっためっちゃおもろいやそんなことある本当に怖かったです、はい、いろいろ言うたらあかんワード言うてるんだよ面白ーこれあの今回のこれでしおちゃんの見る目が変わりました僕はよかったですいやいい方いい方もうあのすっげえ面白いなと思ってはい、いや面白かったですということで、はい皆さんも楽しんでいただけたらと思います、それでは今回は以上でございますまた次回をご覧ください以上さくらシンデレラチャンネルでしたありがとうございましたありがとうございましたこの動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。はい、また今 LINE アット登録してくださった皆さんにチェキ無料券をプレゼントしています。ライブ情報や特典情報も配信しています。Twitter もやっているのでそちらもぜひぜひチェックしてみてね。よろしくお願いします。バイバーイ。あ、久しぶり。そう、久しぶりです。ちょっとあの最初の挨拶でドッキリがフラッシュバックしました。久しぶりだったんで。何個前さかのぼらなあかん。